田中博康は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに所属する、調教師、元騎手。埼玉県新座市出身。新座市立、第五中学校卒業。騎手時代中学3年の頃から乗馬を始め、卒業を前に、競馬学校受験を志望するも、願書の受付が間に合わなかったことから、高校に通いながら、受験勉強を行うこととなった。 高校一年の時には不合格だったが、翌年二度目の試験で合格し、二十二期生として競馬学校に入学した。同期には北村智和、千葉直人、的場隼人がいる。2006年、美穂トレーニングセンターの高橋義康、旧社所属騎手としてデビュー。初年度は4勝にとどまったが、2007年は44勝と、勝ち星を伸ばした。二千九年には、 シルクメビウスでユニコーンステークスを制止重賞初勝利。秋になるとエリザベス女王杯をクイーンスプマンテで優勝し、初の GI 制覇を果たした。この年、シルクメビウスとのコンビでジャパンダートダービー、ジャパンカップダートで2着に入るなど G1 戦線で活躍し、クイーンスプマンテとのコンビで日本国外遠征も果たした。2011年4月12日から、 年内いっぱいまでフランスに遠征。5月14日のフォンテーヌブロー競馬場第3レースでエイプリルラブソングに起場して優勝し、フランスでの初起場で初勝利を挙げた。11月14日にはベルギーのモンス競馬場にてエイプリルラブソングに起場して勝利。これはベルギーにおける JRA 所属騎手の初勝利となった。フランスのトップトレーナーであるアンドレ・ファーブルの下では、 後にブリーダーズカップターフを勝利したタリスマニックの調教にも起乗している。遠征から帰国後の2012年は飛躍が期待されたが勝ち星を伸ばせず前年を除けば自己最低の成績に終わった。2016年12月8日、JRA より2017年度調教師試験に合格したことが発表された。なお、田中はこの年初めて調教師試験を受験し、一発で 合格している。2017年2月26日の中山競馬での騎乗が最終騎乗となり、2月28日付で騎士を引退。同年3月1日付で調教師免許を取得したが、しばらくは、旧社は開業せず技術調教師として活動する。2017年12月18日。 JRA より2018年3月1日付で、ミホトレーニングセンターにて調教師として、新規開業することが発表された。2018年3月1日付で旧社を開業。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。太地は、GIQ 競争。ありがとうございます。